どうもあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。よーし、何も配達物はないね。あ、走っちゃった。またとりあえず住人のみんなに挨拶回りをしよう。カルロスの家フラットでかけてくるよ。カルロス、何かっこいい書き方してんだ。おっと、ここはアザラクさんかな。アザラクの家、お散歩に行ってるからご用なら外を探してちょうだい。アザラク、でも今日さ全然誰も歩いてなくね。あ、おったおったおった、あんなとこに。アザラクさん、あら、アイナちゃん、朝から張り切ってるわね。は、それはそうと、私にどんなご用かしら。全然違う、どんな用事かしら。話しに来たよ。今の私の部屋って型にはまっていて面白みが少ないと思うのよね。新しい家具でも置いてイメチェンしようかしら。はというわけで、アイナちゃん、私の部屋を一変させるようなそんな感じの家具持ってきてくれない？そんな感じの家具、なんか持っとったかな。タイムレコーダーでよくない？なんかこの人にもらった気がするけど。あら、アイナちゃん、どうしたの？は、この家具いかが？だって私いらんもん。ほら、返品。決定。はい。あら、タイムレコーダー？なかなかいいセンスね、アイナちゃん。うちに帰って、後で試してみるわね。は。そうそう。あなたにはお礼をしないといけないわね、アイナちゃん。マジで。キウイなスツールよ。私からの感謝の気持ちよ。スツールって何？え、スツールってなんだろう。キウイなスツール。とりあえずちょっと家に持ち帰ってみよう。ここは？千歳の家。お、いらっしゃる。お、和風だ。初めて入ったよね。おはようございます、アイナさん。早くから遊びに来ていただけてとっても嬉しいです。いっぱいおしゃべりしましょうね。ところで何かご用ですか？おしゃべりしよう。あ、アイナさん、もしかしてそれニジマスですよね。すごい、どうやって手に入れたんですか？羨ましいです、ですの。私ずっと欲しくて探してたんですよ。もしよろしければ800ベルで譲っていただけませんか？あ、そういうのもあるんや。いいよいいよ、別に。よかった、ありがとうございます。はい。むき出し。おお、なんかくれたよ。あ、800ベルか。嬉しいです、ですの。なんだかワクワクしてます。そうかい、しっかりお食べ。すごいね、なんかいろいろあるね。お、アンチョビくん、チャスだった。おー、アイナ、お前今日も元気そうだな。とかな。そうそう、オイラになんか用？世間話でも。キキキ、キッスって甘酸っぱい味がするらしいな。これって本当か？ってそんなのお前に聞いてもしょうがないよな。とりあえず今フルーツの甘酸っぱさで我慢しとくか。なんでもいいからフルーツ買ったらオイラに恵んでくれよ。オッケー。おお、マジか、アユナ。期待して待ってるぞ。なんかものすごくムカつくけどいいや。恵んでやるよ。ここ誰だっけ？みぞれの家。ちょっと出かけてまーす、みぞれ。これでいいやろ、フルーツ。よいしょ。へい。あ、オリバーさん。よう、アユナ、おめえの顔を見ると一日が始まった気がするぜ。ガッハッハでっせ。で、どうした？お話しよう。今日は常吉のやつが店出してるみてえだな。え、どこに？あいつの店は本当に得体の知らねえ感じだが、時々掘り出し物があるんだよな。おめえも自分の目に自信があるなら行ってみちゃどうだいでっせ。あれじゃない？会員制じゃなかったの？おー、アユナ、なんか用か？とかな。持ってきたよ。待ってました。はい、これ。オレンジ。自分で揺さぶって取れよ。準備は万端だ。一気に食うぞ。そりゃね。うまい。さすがはオレンジ。期待を外さないな。
フルーツのお返しにこの金の甲冑持って帰ってくれ。みんな何を持ち歩いてるの？金の甲冑？また頼むぞ、あゆな。うん、まあいいけどさ。金の甲冑、着替えれるの？ちょっと着替えてみたい。身につける。どうよこれ。ガッシャガッシャなりそう。チャスの家、チャス今あったね。あ、今の鼻カマキリだったんじゃない？もう、お、てっちゃん、来い来い。来ない。釣りをしてるのね。で、広場。あ、あるある、常吉さんのお店。何も商品ないじゃん。いやー、どうもどうもどうも、ようこそいらっしゃい。おや、お客さん、うちに来てくれはったん初めてなんとちゃいます？うわー、嬉しいですわ。ほんまによう来てくれました。うちは稲荷ギャラリー言うて、絵画や彫刻なんかの美術品を専門的に扱わせてもらってます。誰もが知ってる有名なアート作品を驚きの大特価で手に入れる大チャンスですよ。ちなみにほんまに貴重な品なんで、お買い求めはお一人様1点ずつに限らせてもらってます。ささ、まあとにかく見ていってください。へっへっへ。そんな見るようなものもないよ。これは？うわ、いきなりその厳かな名画に食いつきましたか。厳かな名画って、ほんまお客さんにはかないませんわ。ここだけの話、今回3920ベルという破格で販売させてもらってるんですよ。どうです、お客さん？いりません。もったいない。今日を逃すと再び出会える保証はありませんよ。うん、いいです、さいなら。明日。そういう挨拶の仕方の店員はダメなんだぞ。どうしようかな、いろいろなんか物拾っていっとこっか。拾ってアルパーカーズの方まで歩いていく。もうなんかドラクエをしよったらさ、こういうゲームでもなんか、あの場所までルーラで行きたいわーとか思ってしまう。あ、入れ替えなくていいよ。へい。これで。あのカゴ持ち歩けんかな。よいしょ。これで。さあ、アルパーカーズへ向かおうじゃないかー。あー、てか、ちょっと待ってね、私の家。私の家であのキウイナスツールとかいう意味のわからないものを設置したいね。ちょうどなんか下オレンジやし、どんなものか見てみたい。キウイナスツール、へい。何これ、なんかよくわからんねんけど。うーん、これもしかしてさ、もしかしてっていうか、あ、一回ちょっとしまい込んで、これテーブルとかってことかな？違う？この上に置けたりとかせんかな？あー、全然置けなかったわ。関係ないのね。よいしょ。なんかいろいろと。あ、トロフィーか。いやー、動けないぜ。ちょっと待って。椅子？これ。なんか座れたんだけど。椅子なの？マジか。これ、しまおうか。よし。椅子ね。ふんふん。んで、アルパカーズで、物を売り払って、お、ウェンディじゃん。お、早いね、アユナ。今日も気合い入れていくよ、タポテ。ところで、うちに何のよ？話しに来たよ。あんたは駅で何してんの？駅の写真撮影？駅撮影するなら、踏切のところがいいらしいよ。なんたってバックに商店街が映る。テレビで見た鉄道ファンの人の受け売りだけどね、タポテ。撮り鉄かい？バッタ。手で捕まえれたらいいのね、これ。ん？箱なんかない？気のせいか。ん？とりあえず売ろう。あら、いらっしゃい。へい。はい、なに？
買い取って。買い取りのご相談ね。何を持ってきてくれたの？なんかいろいろね。オレンジ。そうそう、麦畑意味わからんよね。てか、この道具入れみたいなのはないわけ？そういうのがあってくれないと、ちょっとそろそろさ、いろいろとなんか服とか溜まってるし。これで全部かしら。ちょっと計算するわね。それじゃあ、全部で1070ベルでどうかしら。売っちゃう。ありがとう。またいつでも持ってきてね。ありがとう。また来てね。へい。ってことで、次、どうしよっかな。商店街の方行ってみよっか。なんか新しいものが売られとったりはせんかな。豆粒商店。釣り竿とスコップ。いらっしゃいませ、ダナも。テーブルが売りよる。これ何これこれ。そちらの商品はレジカウンターでございます。レジカウンターいらねえわ。お値段は3480ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？やめとく。そうでございますか。では、よろしければ他の商品もご覧くださいませ、ダナも。ちょっと邪魔だよ。てかこれ何これ。これ。そちらの商品はフローラルな便箋でございます。4枚セットで160ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。やめとく。そうでございますか。では、よろしければ他の商品もご覧くださいませ、ダナも。これはこの巻物みたいな。そちらの商品は、ちげえわ。そっちじゃなくって。こっちだって。これこれ、これ。そちらの商品は、ラッピングペーパーでございます。お値段は160ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？違う。これって何？聞こうか。ラッピングペーパーを使うと、家具などのアイテムを可愛くラッピングできます。プレゼント用ってことか。お友達へのサプライズプレゼント用にぴったりということで、最近人気の商品なんですよ。お使いになるときは、持ち物欄でまず包むを選んでからラッピングしたいものを決めてくださいね。お値段は160ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？やめとく。そうでございますか。では、よろしければ他の商品もご覧くださいませ。だなも。いらない。ありがとうございました。だなも。こっちは入れんのかな？入れんね。そういえばさ、なんか前回の、おいでよ。おいでよ動物の森の方で、この、いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。もしかしてあなたが噂の新しい村長さん？もう村中その話題で持ちきりやからすぐピンと来たわ。見ての通り、うちは服を扱っているお店なんよ。隣のアクセサリーコーナーともども、どうぞごひいきに。アクセサリーコーナーがあるんやね。これは、これって言っちゃった。今ちょっと立て込んでますし、ごめんなさい。なんかあの人さ、話しかけよったら仲良くなれるって前、おいでよの時に聞いた。お、初めて見たこの人。ケイト、どの商品も大変お求めやすくなっております。かわいい。いいね。あ、そっか、ここで被り物を買うんやね。ハロウィン用の。おおきに、またどうぞ。でも確かにあさみさん？あさみさん、前まですごい話しかけても無言やったのに、言葉を返してくれるようになっていた。感動。たまたまかもしれんけど。ここは郵便局かな。いらっしゃいませ。あいなまる郵便局へようこそ。本日は何をご利用でしょうか？何もないね。そうですか。ではまた何かございましたら、いつでもお越しください。あれ、ペリコさんがすごい丁寧なんだけど。明るい時間帯は、丁寧ってことかな。何の音かと思ったら、あれが回りよる音か。いらっしゃいませ。あ、アイナさん、どうもどうも。お家、ちゃんと立ってたでしょ。立ってた。これでようやく快適に暮らせるんだなも。さて、じゃあ先にもらった頭金を差し引いて、お家の代金の残り、39,800 ベル、ローンを組ませてもらいます。そんな花飛ばしながら言うことじゃないよ、怖い。
あ、ローンの支払いはうちじゃなくて郵便局の ATM からお願いするだなも。今度は一度にまとめてじゃなくて余裕のある時に少しずつ振り込んでくれたらいいからね。そうそう、それとお家を持ってる人はみんなハッピーホームアカデミーに入会してもらうことになってる、んだなも。会員さんのお家は定期的に審査をされるんだなも。審査では間取りや家具の配置、清潔さなど総合的にチェックされるんだけど、高い評価の会員さんには記念品のプレゼントなんかもあるみたいだもん。まあ評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことにはならないから気楽に考えておいてくれればいいだなもん。それから会員さんは商店街の先にある住宅展示場に入場できるんだなもん。あそこ住宅展示場なんや。入会の手続きが済んだら手紙が届くはずだから、それを持って展示場に行ってみてね。それじゃまたリフォームの相談とかお家のことで何かあったら気軽に相談してねえだなもん。怖い。何もないね。ありがとうございました。ここは何もないよね。あの証明写真は一体何に使うんやろ。なんかあるんかな、面接的な。ってことでちょっと役場に行こう。お仕事お仕事、村長だからね、お仕事をしなくては。イエーイ。よーし、ほい。座れない。はい、アイナ村長、何かお手伝いできることはございますか？公共事業。公共事業のお仕事ですね。アイナ村長にとっては今回が初めてかと思いますので、先に簡単な流れをご説明します。まず村の皆さんから集めた要望リストの中から進めたい事業を選んでください。その後で実際に作る場所を一緒に探しに行きましょう。基本的にはそれだけですが、実際に完成させるためは工事の費用が必要でして、その費用は全額アイナ村の負担となります。アイナ村ではこの費用をすべて募金で賄いますので、村長もご協力くださいね。それから一度に進められる事業は一つだけですので、その点もご注意くださいね。それではこちらが村民の皆さんからのリクエストになります。何？リセット監視センター、石造りの橋、吊り橋、公園のベンチ、井戸、噴水、時計。何？いろいろあるね。街灯、キャンプ場、囲い、消火栓、マイデザイン看板、顔出し看板、丸い標識。うん、この中から選ぶってこと？じゃあとりあえずさ、噴水欲しいかな。噴水。噴水ね。石造りの橋ってなんやろ。まあ、噴水にしよう。景観が良さげ。99,800 ベル。これを募金で。噴水の公共事業に取り組みますか？やります。かしこまりました。では、これから早速、建設する場所を探しに行きましょう。では、アユナ村長、噴水を作る場所へ案内をお願いします。でも噴水って言ったらさ、公園あたりがいいよね。なんか、そっか、まず公園がないじゃん。噴水って聞いたらなんか、あの広場かなって感じなんやけど、違うかな。でもさ、広場のど真ん中にはこれがあるよね。これがある場所に本当は、噴水を置きたかったんやけど、ってことはやっぱり村の中心、あっちの住宅街ってことかな。その公園をどこに作るかっていうのも。てかまず公園どこにあるの？公園のベンチはあり、わかったけど。公園はどこよ。間違えた。この辺は？ね。はい、村長。噴水を作る場所はこの辺りでよろしいですか？ここはどう？そうですね。はい、ここならバッチリだと思います。完成した後のイメージはこんな感じでしょうか。まあ、ここで。なんかセンスのかけらもない気がするけど。わかりました。では早速工事の手配をしますね。おう、埴輪。はい、お待たせしました。こちらが噴水を作るための看板を集めてくれる埴輪くんです。あ、要するに募金箱ですね。前にもお話しさせていただいたかと思いますが、アイナ村では公共事業の費用は
すべて募金で賄うことになっているんです。もちろん村長自らポケットマネーを寄付してくださっても大丈夫ですよ。っていうか、そうしていただかないとなかなかお金は集まらない気がします。よろしくお願いします。寄付が集まってここに噴水が完成する日が待ち遠しいですね。では私は役場に戻ります。あ、村長はわざわざお戻りいただかなくて大丈夫ですよ。それじゃお先に失礼します。なるほど。人が近づくと動くのかな、気持ち悪い。うわーほらほら。おはようございまひ。ただいま噴水を作るための募金をしておりまひ。目標の 99,800 ベルに向けて、現在0ベルの寄付が集まっておりまひ。ひってなんだ。目標まであと 99,800 ベル。1ベルから受け付けておりまひので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。協力しちゃう。でも私ね、家のローンもあるんだよ。まあ一応あれだ、1000ぐらい入れとくよ。10、100、1000。はい。ご協力ありがとうございました。ってことで今回はこの辺で終わりにしておこうかな。って感じです。はい。ということで今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、チャンネル登録、Twitter フォロー、グッドボタンよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。こっち向いてないね。どうだ、こうか。